はい、今104番1番です。私またしてもやりましたね。2月の18日以来の、18日は確か3番引いて1番2番いなくて1番入場だったんですけど、今回は昇進する表明の1番でございますんで、はい、で7日のキング大阪本店といえばですね、北斗品でございますけれども、今回は番長が9台に増大、1番だといいね、打つ機種目いっぱい番長打つからこうやって言えるんで、言えるじゃん。いや、知らんすだからほら微妙にさ、30番で番長打つって言うと前のやつ行くじゃん、で言えないじゃん、そういうのあんじゃん。せこいよ、当たり前じゃん、打ちたいもんだって。まあまあそういうほら浮き目にあったこと何度かあるわけですよ。何度かどこじゃないですよ、何十回とあるわけですよ。一応末尾7行こうかなとも思いつつ、前回の一応争点ですね、争点の時に4台あるうちの僕確か角打ったら4っぽくて、で角から3番目がゴリゴリの6っぽかったんで、角から3番目に行こうかななんて思ってるんですけど、そしたら角が6だったりするんですけどね。まあちょっと分かんないですけど、まあ出たとこ勝負で、そこはできる、あわよくば角から3番目が末尾7だったら最高ですよね。お膳立てバッチリという感じ でもし番長がダメだったら、これはもう北斗に俺が文句言う感じでいきますんで、そういう立ち回りで今日は盤石ですね。だからそういう意味ではこの勝率いくらでしたっけ、それを言っちゃうそうなんですよ、先頭1番引いた人の勝率っていうのがこれ 30% だったのが、前回私が負けたことで私調べで 29% になってしまったんですよ。ですんでそこですよね、そことの勝負もありますよね、うん、一番入場したやつの勝率 29% と戦いながら番長と戦い、そして北斗と戦うみたいな、そんな一日になるんじゃないかなと思いますんで、応援のでよろしくお願いします。これ角さん、末尾7が良かったんだけどな、あこれ末尾7だけどどうしようかな、あどうしようかな、あ角岡さん、初心貫徹、いや末尾7角か、末尾7角だったよ、ちょっとマジな。ただやっぱほら最初言ったことを守るっての大事だから。さあバンバカキング本店では初めてですね、番長打つのは、確か11月からスタートして11、12、1、2、5回目ですか、ここでの収録が5回目にして初めてのキング大阪本店でのバンバカでございます。まあオープニングで宣言した通り、まあ争点の時に角から3番目に入ってたっていう理由で、まあ角もまあまあなのかもしれないですけど、角さんに会ったっていう事実を受けて、今回は角から3番目の台を取りました。ただやっぱあの末尾7っていうところはやっぱりそのこだわっていきたい部分ではあったんですけれども、角両角が末尾7だったんですね、番長9台でだいぶ悩みましたね。基本勝ち負けのある勝負事というのは悩んだ時点で負けでございますんで、あー頭下に入りやったなあ周り9台は全部リセット挙動はしてますんで、はい、53ゲーム朝一のフェイク選手、まあ、フェイク選手って言いましたけれども、まだ分かんないですけどね、
今57ゲーム回して共通ベルがなんとなんと4回、非常によろしいですね、食いつきが。おそらくサラリーマン番長の会のバンバがこれで2回連続続いてると思います。前回のヤマト側と同じように共通ベルが落ちてるんで、まあ、僕個人のこの台に対する期待感というのは非常に高いですね、今のところは。ただ前回負けてますんでね。全部入りきる。あるな、あるな。これが32ゲーム目でございます。はい、205ゲームで、朝一リセットした時のフェイク前兆の出方っていうのはちょっと普通とは違いますんで、普通はもう208ゲーム以内、その入って8ゲーム以内の前兆は熱いんですが、リセット後に関してはこういう風に通常熱いパターンが出やすくはなってます。あ、これはちょっと本当に熱いです、これは本当に熱いです、はい。でも前兆の強いパターンを選んでますから、これは素直に期待度、僕的には 60% あります、はい、大丈夫。これはちょっと言ってくんないとダメ、はい、レーク対応での対決発展なんで、ここで蹴りをつけ、かけて加えて、これが15ゲームで全て蹴る。8ゲーム目、よし、愛してるよ、愛してるよ。やっぱ朝だよね、朝このいかに1万円以内で引っ掛けるかって打っていく上で大事なことなんでね。はい、投資が8000円、237ゲームでございました。打感がさ、安心感があるんですよ、打ち慣れてるからね。いいよ、私の台はマップ解除でございました。6であれば 20%、
左角の松見奈々はね引き戻しましたね、いただきらしいよね。あんま気にしないようにしようかな、気にしないようにしようかな。いや、分かってますよ。まあ、400ゲーム回して共通ベルが行方不明になっていることを気づいてますよ。後期がいい。チャンス。滑る否定で。よし。ようやくチャンス名を6回引いて解除が期待できるシチュエーション。超研修、超研修。俺初めて、隣では見たことあるけど、俺初めて引いた、初めて引いた。超研修、超研修。やったー、これ見たかったんだ俺自分で。超かっこいいんすけど、なんすかこれ。超研修は一応次回天国期待プラス青七も期待プラス猛研修以上に多分確定だと思うんですけど、いかんせん超研修自体を見たこと僕過去に2回しかないんですね。まあ2回とも当たってましたんで、うわ何何、かっこいいね。おお、かっこいい。おお、おお、三連。もはや火柱じゃないもんね。仁王柱みたいな。おお、四連。おお、これ。ちょっと大きくなった。いや、番長80万ゲーム以上回してまだ新しい喜びに今ね、31で次が32、出来事でございました。過去2回見た僕の超研修は青7が漏れなく出てきてたんで、この青7が出てくるってことはつまりボード以降が天国に行ってる。お前ちょっと守れって、守れよ空気。まあええわ、条件集は青7確定じゃないってことが分かりました。はい、127条件集灼熱の二王層に挑む。僕の台頭が1個上がりました。これで 96% になりましたね。はい、ぶっちゃけ超番長ボーナス引くより確率低いですからね、超研修は。はい、
ものじゃない。あとはもこんな男の。スタート13ゲーム目で決勝。お、6を期待してるっていう意味では、ヒトローはちょっと86だとした場合、電力いったら 10% でしかルールしないから、10% を取ったのかな。あともう一つ考えられるとするのは、長剣衆がなぜそこまで出てこないかっていうことです。なぜ出てこないか。次回のモードが電力 B だった場合は、こういう挙動になる。ああ、だから全国 B だ。今夜は最高の気分だったら次使おう。なんで条件集がそんな出ない。全国 B に飛んだ時しか出ないから。おっしー、驚きの調子を上げていくか。さっきデカベル、デカナビ1回も出ませんでしたからね。はい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 、うい、お前、お願い、あ、ダメ、あい、ふぅ、危なかったね、危なかったよ、よしよしよし。いや、やっぱマンチは疲れるよね。出ちゃうか。おお、ダイナマイト。さすがにあれ当たってんだろ。当たんないのは本当長剣衆、長剣衆引くぐらいの確率だと思います。あれで当たんないの。レッツゴー。このベルトがでももう一回当選してりゃいいって思いながらやっぱ叩いてかないと。あ、いや違うな、狙っちゃダメだ。これやっぱりエンブレムを狙っていかないとですね。ブロキ AT 中の300ゲーム潜伏、これを狙っていかないといけない。今日一のいただきラッシュ。いただきラッシュ。穴を狙え。セクシーだね。17ゲーム目、おそらく本戦場でしょう。
天国止まっちゃったくそー、なんで止まんだよもう。あーっと今ので今2個だから6個点灯で7、ここまでは行ってるはず、内部的に。うわー、チクッとここマジ勝負どこやん。違うでしょ、今からだよ、今から僕始めるからね。把握してる。惜しいことしましたね。ただちょっと流れはありますね。今私今間違いなく。した分があるので30ゲームは潜ってると思います。出張、あんたたちいいとこ見せなさい。ボーナス後70ゲームですけれども、全長は今走り始めました。あーもうちょっと早かったかな。今夜は最高の気分だよ。押しなのか。これは完全に天国 A がループしましたから、もしくはまあ天国以外でマップ回避ができなかったというかなんですが、ちょっとその6を目指すという意味ではっていうところにはなっています。78ゲーム。結局エンブレム狙ってっても元々持ってるゲーム数が多くないとなかなか300まではいかないですよ。っていうのは1週間打って1回行くか行かないかのモードなんで、あまり気にしたこと私なかったんですが、天国 B って準備からしか行かない。ってことは朝一200ゲーム台のマップ解除で準備に飛んで
チャンス目解除して、そこで30分の1を引くと天国 B に飛ぶんですよ。で B に飛べば、まあ、25% でループしていくわけですね。マップ解除しても設定を飛ばすっていう風に考えると、この台は準備に行ってたってことが確定するので、 B 要は超研修イコール B なら完全に4-6ですよ。完全に4か6かって。だってマップ解除から天国準備なんていうのはもう、そういうさすがにレイアップ解除から準備っていうのはまあ多少いく、まあちょっとだけど、いいことしてたね。たださ、もうこんなに打っててようやくそういう挙動に巡り合えたっていうのもまたね、すごいよね。なんだね、打ってれば。であるなら今天国 D 25% ループ状態なのかっていうところですよ。まだだから出てきたって考えれば、まあ合点はいくというか、弁当解除も期待できる煽り。弁当弁当弁当と重ねたんで、これは弁当解除の可能性もございます。14ゲーム。あー弱い。あーこれね、今のは弁当解除じゃなくて、天国解除。あーちょっと今日やれるぞ俺。ちょっとこんなん見ないし、見たことある？ゲームでこれ来ちゃう。おー、どうしたの今日。なんだよこれ。っていうかさっき来てよ。あー、まあいいや、もういい、全然いいよ、全然いいよ。あ、意外とこれで1個しか乗ってなかった。するかやる。シーザー番長だおい。はい、アイストライン。あーそうくるか。はい、あチャンス目と一枚役で当たったと。はい、何度も言いますが、前兆は長ければ長いほどチャンスでございます。はい、近く。最低でも60ゲーム潜ってますね。さあ、気づけば1000枚オーバー。
多分50出てくるかな、60出てくるのかな、大体そのトドル KT の場合は50刻みですよね。まだ残り10は潜ってると思います。いよいよ天国抜けたかな。さあ長剣州から天国 B で、まあ、それが4連要は T25 パーループ設定差なしっていうところを何回か聞いた後、まあ、天国 A が最後に出てきて、おそらく今モード A にいると思うんですけども、モード移行だけ見ると、まあ、天国 B の移行経費が準備を経由しないといけない、準備いるときの 3.3% っていう話ですから、それを考えるとこの台はマップ解除から準備モード行ってますんでね、4か6の可能性が非常に高いと。で勝てて加えてもう間もなく1000ゲームですが、共通ベルも25分の1まで上がってきました。なんでだいぶいいですね、だいぶいいです。はい、まあまあですね、長剣州の下りから1300枚、前から全長スタートしてます。やっぱり本全長中は LED 白暮らしやすい傾向になりますから、これだけ全長中でエピスで白暮らしないとちょっと期待度落ちますよね。G7 でバシンと刺す G7 だよな、 G7 だよな、 OK だよね、だよ。あー白フラもしない。はい、なるほどですね、延長中だったってことかな。ただ僕の金7目押しミスでワンチャンあるよねとかね。はい、438ゲーム、いきます。ああもうこの時点で否定みたいな。おお、そう来る、そう来んの。はい、これはもう次回準備以上が期待できる当たり方ですね。してて青7っていう可能性もなきにしもあらずなんだよね。その辺が難しいですよね、番長って。あーまずい、直
とちょっと。いやー最悪のパターン。最悪。強チェリーを引いてるんで強チェリー解除書き換えの可能性もありますけども、どうなんでしょう。はい、はい、38ゲーム。もう一回雫だな、かぶせよ。さっき全然見せ場なかったから。はい、滑る。よし、頑張る。できれば一番下。よし。よし。天国が期待できるパターン。からの。よし、よしよしよし。次回天国が期待できはするんですけれども、その判断はあくまでとりあえず100ゲーム消化してみてですね、でこれで本当に100ゲーム以内でボーナスが出てくるんであれば、まあ、さっきのマップ解除からボードは動かなかったけどペーク戦長中に強チェリー解除して、でそこで、天国行ったかなっていう判断を僕はします。はい、よし、ここは鏡や。中、右、左、右、中、左、右、左、中、左、天井ですね。まで挑戦したか。はい、ボーナス後90ゲーム過ぎちゃいましたんで天国はちょっと苦しいです。27ゲーム。そう、やっぱちょっとイレギュラーすぎたんで、僕の前兆の認識と実際の普通
ングだったら始まってたっていうゲーム数が4ゲームも離れてたんですよね。チームは本戦調だからこそのゲーム数のズレだったのか、もしくは11ゲーム前に引いたチャンス目でチャンス目回答してればここ引かないでボーナス。さあどっち、あ、ボーナス、ボーナス、チャンス目回答。よし、夢をつなぐ番長ボーナス登録。皆様お疲れ様です。これより轟木社長から訓示をいただきます。業務を中断しご静粛に願います。ありがとうございました。それでは皆様引き続き業務に励んでください。ナビなかった、ナビない、ずっとベルがすげえ続いてたの。押し順ベルは、俺押し順ベルの引き神と思った。もうこのままベルだけで何枚出るかなって思った。たら、あ、ナビないって思った瞬間打ってれば絶対引けるんだよ。やれ、ふもう君だな輝き。よし、これは左から押しましょう。うわー、ダメか、青七ソロ狙ったんですよね。これはレインボーなんで大丈夫。はい、この戦いに1回は揃ってます。なんで60ゲーム勝てて加えて番長ボーナス中でしたんで、もう1回番長ボーナスと。よし、さあここは轟と言いたいところだけど鏡にしちゃおうかな。いやー、引いたね。ねえ、やったよ、久しぶりだよ。去年の8月以来、フリーズはあのずっとナビ出てた後のナビ出ない瞬間で、あ、出ないって思った、ブーみたいな、あの感じがもう夢に出てきそう。あれ、寝かさないよ。もうライブ的には ART が確定してたので、なので30ゲームは乗っかってますね。どっちが優先されるの。
さんの分のいただきラッシュは当選、内部当選してるから、だからいただきの告知をしてなかったんで告知したっていうだけで、内部的にはゲーム数は30ゲーム以上という感じだと思います。で、番長ボーナス中に超番長を引いた場合の処置ですけれども、一応40ゲームは確定で、例えば100ゲーム選択してて50何ゲームで引いたら残り40残ってるので、そこはちゃんと出てくる。基本40だったと思います。もう60、50何ゲームで引いた。で、これでおしまい。右、中、左、入れる、叩きなし。そっち来たぞー、見てろよー。いや、9位、 Yes I do, thank you。 セクシー。ということはいただきストップしてました、ね、さっきの青いただき、これを上げたくなりで。ゆる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 ってことは今すげー惜しかったので、どういうことかというと、